はい、皆さんこんにちは、こんばんは。初めましての人は初めまして、シラコングです。今回ね、ブラックが独眼覚醒したということでね、まあ使っていこうかなと。ディフェンスのステータスが低いな。一旦アタックとディフェンスを幅上昇の相手の低下と。で、 100% アップで攻撃を受けるたびディフェンスが上がっていきますよと。で、チームの未来編カテゴリーの味方全員の気力プラス1と、あれ、アタック、ディフェンスのバフ、および、まあ、軸を越し物。で、長距離がいるとアタックが上がるというふうになってます。基本的には連続攻撃に振るのが一番ベスト。で、今回このメンツなんですけど、まあ、軸を越し物、未来編関係なく、ボスキャラでなるべくまとめた感じですね。リーダーは違うけど。まあいいや、左から、無凸、二次無凸、一凸、無凸、無凸、フレンド、無凸。無凸多いな。やっていこう。ああ、だから今回は性能をね、お見せできたらいいかなと思ってます。さあ、行くぜ。これなんだっけこいつのね、アクティブ忘れるわ。ああ、なるほどね。はいはい。バトル中のアップね。ああ、そんなんだったな。確かに。なんか忘れるね。まあいいや、やっとこうか。釣りに。よいしょ。はい。キーキーいいね。一応アイテム使ってもいいんだけどな。リンクは一応ボスキャラでまとまってはいるが、リンク的にはこっちの方がまあうまいっちゃうまい。ただボスキャラもまだ発動しないから、そういった意味ではまだあれかな。うん、確実に打ちたいな。よし、これでどうだ。あー、ミスったな。5点じゃなかったな。まあ体力減らしてくれる分にはいいかな。ボスキャラ発動するから、そうすればアタックディフェンス上がるし。ほー、ファイヤー強っ。さあ、とりあえず失った体力は回復しましょう。エネルギーフィールドズワー。はい、 OK。 ここミスったね。マーカンゴーサポー。お、これ死んでた。 OK、 ナイス。よしよし、悪くない今んとこはね。ちょっと木玉が足りねえかな。これでいこう。大丈夫。はい、ようこそこちらの世界。甘いわ。こっちには気団系は無効できるキャラが2体いるから任してくれ。てかあれだね、七夕が未来編っていう風にまあ聞いてはいるんですけど、まあその時楽しみなのがベジットであったりとか、技のベジット、力のロゼ、それから技のロゼ様の極限 Z 覚醒がちょっと期待できるかなと思うんですよ。楽しみだね。俺としては楽しみだわ。ああ、うわ、嫌なやつ残したかな。まあいいや。ボスキャラは発動してない。どっちかって言ってもリンクつながってないっていうね。まあ、どれぐらい食らうか。ああ、でもこれ射程は、ああ、いや、こっちでいいや。さあ、どれぐらい食らうでしょう、私が。相手じゃない。あ、この演出ね。はいはい、タピオカね。うおー、めっちゃ痛いやんけ。あ、タピオカ演出なんだ。もうちょっと手が込んでると思ったけど。じゃあ437万つえ。
よいしょ。いいね。HP 半分減らす。打ってこない。ナイス。やばいな。でも次、ちょっちやばいかもしれんな。いただくぞ、その体を。どうしてこうなった。どうしてこうなった。まあまあ何でもいいんだけどね、正面。でも17号18号が表に行くんだったら、もうこのまま17、18号待機でいいんじゃないかな。悪夢、こっちの方がリンクいいんだ。へえ、知らんかった。で、ドッカンゲージ半分まで進めましょう。はい、ようこそ。これが強えよな、17、18号って。あとはまあ木玉たくさん取ればいいだけの話。まあできれば技木玉取った方がバフ強いから、技木玉取ってっていう風な流れかな。だからマジでこいつは強い。できれば突したいけど、突できてない。よいしょーい、コズミックボマー。はい、OK。 うん、さて、やばい。ね、さすがに使います。ボスキャラつなげたいけど、ボスキャラがつながんねえからな。まあいっか、こっちでいい。あ、いや、リンクつなげた方がいいよな。かといって火だめがすごそう。うん、間違いない。最近思うのが、なんか連続攻撃に振るキャラが多いっていうのはある。マジで会心の、なんて言うんだろうな、価値が下がってきてる気がする。なんかアタックディフェンス大幅上昇っていうのが多かったりとか、その必殺技効果によって得られるやつっていうのが多い。でなおかつ直近で言うと、本当に相手の火力ブーストとかもあるから、なんて言うんだろうな、本当に会心に振ることが少なくなったね。わかるかな。まあでも、もともとそのアタックディフェンス上がるやつじゃない場合は、まあ会心に振ってもいいと思うけど、そういうやつが結構少なかったりする。そこがちょっとね、悲しいところではありますね。テンさん死んでないんかーい。お、いいの、いいのが来たじゃん。ここで相手、まあ、竜将剣が怖いって言ったところか。なら、こっちだね。で、セルちゃん。このタイセルは重要だね。あ、でもこっちでもいいか。そうだね、こっちで行くか。OK、これで行こう。アイテムは使わない。なんでか。もうここまで来れば必殺技打たれても守れる。はい、OK。これ逆にうまいね。通常攻撃の方が嫌だった。で、ここでご飯の必殺を封じます。まだ竜将剣打ってないからね。はい、OK。あ、亀裂入ってた。あ、ブーが入れたい。忘れとった。で、HP 削れます。ああ、ちょっとしょっぱいな。もうちょっと減らしてほしかったけど、どうだろう。おお、食らう。おお。おお。おお。まあでも、これでボスキャラ発動したね。ボスキャラ発動して13万か。あ、まあ、あと攻撃受けた分があるからね。どうしようかな。何かしらアイテム使うとでもやばい気はするんだよね、この並び。ハイヤー使ったとてだ。まあいいや、ハイヤー使うか。で、
タピオカ。なあ、必殺打たれても死にはせんけど、まあ観光殺法であれ。やっぱりあれだね、亀仙人が一番痛かったな。ごめんなさい、ね、鼻が。ほい。まあ封じる。金山も打ってこない。タピオカ。まあ受ければ結構上がるね。でも受けてなおかつボスキャラ発動したらいい感じになる。そしてまさかの2体キルっていうね。まあ全然悪くはないとは思うけどな。じゃあ条件整えるまでが時間かかるかな。瞬発力はないけど継戦能力あるね。でまあフルに発揮するんだったら本当にボスキャラを発動してっていう風な感じで、まああとは未来編とか、まあ一番手っ取り早いのはロゼとか、そういったものを発動っていうかロゼとかで並べた方がいいと思う、俺的にはね。はい、これでいいでしょう。多分倒したんでね。これで倒してくれとちょっとやばいわ。さあ521万、まあ、こいつは本当にキダマス次第で500万とか普通に火力超えるから、無凸でも500万超えるっていうのはマジででかい。うん、あ、オッケーオッケー。コズミックボーマーじゃない、グラビティボーマー、間違えた。コズミックボーマーってなんだっけ、なんかおったよな。さあ最後ドッカンモード入りましょう。まあ、悪くはないんかな、バトル向けだな、やっぱり。でもボスキャラ発動で自力で、でも5万かまだそんなにやな。手のひらくるくる返し名物やね。そんなにかな今んとこまだ。うん、まあ条件だね本当に。ああ、それがちょっと厳しいとこあるんじゃないな。はい、ありがとうございます。なあ、でも言うて天下一の景品なんで、まあ、これぐらいが妥当なのかなって思ったりもします。でも何て言うんだろうな、もう独感覚醒しないだろうなっていう天下一のキャラに比べては性能はまあ優れてるんじゃないですかね。個人的にはそう思う。普通に悪くはない。ただ演出が手抜きだね。もうちょっと込めてほしいね。すい、はい、HP 半分削っていく。どうしたどうした。ほいで、アタックディフェンス低下させる。5回食らったよね。 OK、 消えてなくなれ。だいぶ削ったね。はーい、 OK です。 OK です。で必殺富士どっち入れたんだっけ。悟空か。なら次ベジータに入れるのが妥当といったところ。こっちだね、絶対こっちだわ。いやー厳しい、こっちでいいや。はい、これでいきます。ちょっと食らうかも。あー、やっぱ食らうね。いったー、でも結構痛いわ。うわ、耐えれるかな。必殺打ってこないけど耐えれるか分からん。まあ悟空の攻撃はアタックディフェンス下がってるからいいとして、あ、痛えわ。ベジータがいて何より。いやー、どうだろうな。守れるか否か。3万クラウドして、あー全然大丈夫だ。いや、ブラックの恩恵がでかいね。で最後1回ドンと食らう。うー、いった、バカ野郎。痛かったわ普通に。ねえ、どうしよっかな。必殺打たれたらめんどくさいな。
これでいきます。まあブーリンクつながってないけど、あ、これはもう美味しいっす。この機能がマジで強いわ思うけどさ、この機能がマジでこいつら強すぎるわ引くわ。でちょっとなベジータの火力下げよう、じゃないとこっちがきついわ。はいタピオカボーイ、はい OK。 ギキキキキキキエーと気絶入れる。はいもう終わりだね。あとはまあ適当に流しましょう。多分いけるでしょ。わかったわかったわかった、変身せんでええねん。これ選べれたらいいんやけどね。変身しますか、はいいいえみたいな、そういう機能があったら最高だね。あこれでいこう、あこれでいってや、あでもこっちでいいや。え、これでいきます。ちょっと待って、よいしょ、ほい、オッケー倒した。まあ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 ぽい、はいオッケーってな感じでいかがだったでしょうか。まあ今回寝起きの収録なんですけど、テンション低いのはね、まあブラック悪くはない、全然悪くはない、まあ天下一の景品だって思えば全然妥当できる能力かなと思います。だからまあまあありっちゃありだね。まあどっちかというとバトル向けかな、極限バトルとかバトル向けなんで、まあ未来編っていう大きなカテゴライズの中でまあ役割はの一端を担えるキャラかなと個人的には思います。はいてな感じでご視聴ありがとうございました。参考になった方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、じゃあ。We'll be right back.